はい、今回の動画は iOS 12の新機能で iPhone X のアプリ終了方法がやりやすくなったので、その終了方法のやり方をご紹介します。で、iPhone X でアプリを終了したいときはですね、ホームボタンがなくなったので、画面の下の方からね、この上に指でスワイプして、ここでね、一旦止めるとですね、こういった形でアプリの一覧が出てきて、で、さらにこのアプリを終了したいときはですね、この画面のところをね、この指で長押しすると、まあ、左上の方にね、このマイナスっていうのが出てきて、そうするとこれアプリが終了できるというね、操作になってました。で、この操作がですね、このね、今まで iPhone 使ってた方でね、この iPhone X に切り替えた方はね、多くがですね、この不満に感じてた部分だとは思うんですけども、今回のですね、iOS 12からですね、そのね、この画面の長押しがなくなってですね、このアプリをね、一覧を出して、このまま指で上にスワイプするだけで、以前と同じような操作ですよね、このアプリが終了できるようになりましたんで、ちょっとしたことではあるんですけどもね、このね、アプリの終了画面が非常に改善されてますんでね、この iOS 12にアップデートした方はですね、このやり方ね、まず試してもらえるといいかなと思います。それではね、今回の動画は以上になります。今回も動画を最後まで見ていただきましてありがとうございました。